そうですね、まず小学生はとにかく元気よくなんか滑っていたような印象があります。で中学生はトップ選手のレベルが非常に高かったのが印象的で、で中学生のこのトップ選手と高校生は、僕はあのショートターンの種目だったんですけども、特にあの技術戦 の, そのジャッジの観点、技術戦でのショートターンの規制の幅なんかをすごい研究して、そういう滑りをされている選手が多かったのが印象的でした。まず技術戦という特殊なスポーツだと思うので、やっぱりあの評価されることがあるじゃないですか。その評価に対してあのどういう、こうマインドっていうか、どういうフィーリングでいるってことがあのとても大切なんですよ。やっぱり、点数つけられたり順位をつけられたりで、どうしてもこう自己否定というかをすることが非常に多くなる。そこをやっぱり少しでも肯定的に変えていくことができるかどうかっていうのが、メンタルの部分ではすごい大切だと思う。まあ僕たちも同じ状況に置かれていて、どうしてもこうジャッジングに対して自己否定をされているような、そういうふうにしてやめていく選手も多いんですよ。そうじゃなくて、このあくまでもこの競技の特殊性をしっかり感じて、で自らそこに立ち向かって勇気を持って滑ってるんで、その辺を大切に自分を肯定して、ぜひこの競技を楽しめるようになってもらえたら嬉しいなと。でもう一つ、やっぱりこう今日のショートターンなんかは、そのジャッジの観点に合わせた滑りというのがすごい目立ったんですけども、やっぱりその中でやっぱりこう、自然相手なので雪質とか、その時の、スタート順によって変わる、変化するところをどうやってこう読み取れるかっていうのがすごい大切だと思うんですよ。自分でそのショートターンだったらタイミングを覚えてきてると思うんですけど、それを滑り出してからどうやってアレンジできるかっていうのがとっても大事だと。でそこはやっぱりこう整地のトレーニングだけだとなかなか身につくことじゃないと思うんですよ。でやっぱりそのコブを滑った方がいいとかじゃなくて、やっぱり雪が降ったら新雪でそれをするし、雪が腐ったらその腐った雪でトレーニングするとか、そういったやっぱり自然にちゃんと身を置いてトレーニングしていくことが、滑りの幅を広げるポイントじゃないかなと思ってます。メンタルの、それって結局普段からの心構えが非常にこう重要で、普段からそういうことをコントロールできていれば、大会の高揚感っていうのはある意味こうプラスにしていけると思うんですよ。でその緊張してどうしようじゃなくて、この大会の緊張の中の一本ってものすごい自分の中で経験で、自分にとって財産になると思うんですね。それをしっかり感じて、この緊張感が自分をプラスにするんだっていうところに持っていけるかどうかっていうのが大事です。さらに普段からの心構えとしては、やっぱりその何て言うんだろうな、雪面とのやり取りとか、その時の自然の状況をちゃんと自分で感じる、フィーリング感じるっていうことをしとけば、スタート台に立った時に雪面を見て、もしくは空を見て、風を読んで、あ、こういう感じなんだろうなっていうのを予想ができてくるんで、
余計な心配とか緊張感がなくなってくると思うんですよ。その辺はやっぱり感じながら、スキーを楽しんでもらってればいいかなとは思うんですけど、はい。